黒子章黒子章は、島根県松江市出身の洋介と章後による、二人組のフォークデュオである。1998年、同高校在学中に、国師賞という名で結成された。1999年からの週1回の路上ライブ経験を経て、2001年、大阪の音楽専門学校に入学、2年間音楽を学んだ。2003年から黒子章に改名。 路上ライブの拠点を大阪震災橋の商店街に移し2005年3月ミニアルバム SSW を制作300枚を大阪島根で発売する2006年1月活動場所を地元島根に移し活動を再開する2006年9月巻死シ,シングル About You2007 年8月ミニアルバム INFINITY を リリース2009年5月にデビューシングルリフレーンを発売2010年6月から鳥取県は米子市に新しくできたラジオ局ダリス FM でのレギュラー放送が開始ラジオスタイルは自身のマネージャーと3人でパーソナリティを務めているちなみにマネージャーのパーソナリティ名は大栗クという昨年鳥取県は米子市にある大戦で行われたイベント バーガンフェスタボリューム1のテーマソングを歌う。このフェスタには全国各地から人々が駆けつけ2日間で延べ2万人の人が会場に足を運んだ。2010年8月には待望のセカンドシングルが全国発売決定母親は音楽教師母親は音楽教師アバーというミニアルバム SSW 販売は終了している。ミニアルバムインフィオノキリフ。 レーンワンダーワールド、1998から2000、黒田洋介と高本翔吾は、同行在学中に出会い、国師賞を結成。地元島根県 JR 松江駅にて、路上ライブデビューを果たし、様々なメディアで取り上げられる。2001から200 2 0 0 2大阪の音楽専門学校に共に通い、ティーン、S フェスティバル予選に出場し、激励賞を受賞する。音楽雑誌、 ソニーマガジンズ、パティパティにインタビュー掲載。KBS 京都ラジオ、森脇健治のサタデーミーティングに、TK オーラと共演をし、2002年の一番新に、残ったアーティストに選ばれ、再出演をする。2003から2005、黒子賞に改名。オリジナルミニアルバム、SSW を発売。関西、三陰にて300枚完売。2006から2008、 地元島根に活動拠点を移す。マキッシングル、アバウトいうを発売。様々なコンテストに出場し、グランプリなど数々の賞を受賞。メディアなどで多く取り上げられる。100枚完全限定 CD、ラブコンを発売、即完売。ミニアルバム、インフィニティレコ発ワンマンライブにて120人を動員。 ミニアルバム、インフィニティを発売。クロコ、ショーワンマンライブ、やーやーやー開催。133人を動員。2009、ファーストデビューシングル、リフレーンを発売。クロコ、ショーワンマンライブ、リフレーン開催。約130人を動員。全国各地から2日間で、約2万人台以上の鳥取バーガーフェスタで、ゲストライブ出演をし、 バーガーフェスタのテーマソング、バーガーソングを会場限定にて発売。2010、6月より、ダリス FM、イブニング DA ラジオの黒子、小レギュラー番組スタート。8月より、セカンドシングル、ワンダーワールドが全国発売決定。ありがとうございます。